今日は私の方から、1点だけご報告がございます。それはオーガニックビレッジ全国集会を有機農業の日である12月8日に農林水産省で開催をいたします。オーガニックビレッジとは市町村主導の下で有機農業の生産から消費まで、一貫した取り組みを行う市町村のことでございます。現在全国55市町村で取り組まれており、まあ、私の地元の鹿児島でも4市町が取り組んでおりまして、この取り組みをさらに全国に拡大するため、今回初めて全国集会を開くということにしております。国会の日程の事情が許せば、当日私も参加し、全国の意欲ある取り組みについて市町村長さんからお話をお聞きしたいと考えております。こうした企画を通じてオーガニックビレッジを全国各地に創出し、有機農業の拡大をしっかりと進めてまいりたいと思います。詳細はこの後プレスリリースいたします。以上です。はい、どうぞ。東進の佐々木です。先日国会で菅直人さんがですね、畑の上で太陽光発電をやる営農型太陽光発電所を、もっと増やすべきだということで、経産大臣に質問してたんですけども、私も先般千葉に取材に行ってですね、肥料が高騰する中、農家の副収入にもなってですね、荒廃農地も半分ぐらい回復したという話を聞いてきましたけども、一方で北海道申請がたった10件、これまでですね、たった10件で、全国的にも、じわじわ伸びてはいますけど、そんなに広がっているとは言えない状況にあるんですけども、大臣はこの営農型太陽光発電所ですね、どのように今後、広げていこうかと考えているのか、なかなか難しいのかですね、そこら辺についてお願いします。はい、菅さんが国会で質問されたり、また、菅元総理の持論を聞いたこともありまして、大変この営農型発電についてはご熱心だなと、冷めた目で見てました。と言いますのも、やっぱり農地の上にこの、いわば太陽光発電を設置するっていうのは、棒を立てなきゃいけませんし、なかなか農作業でどうなっていくのかなという思いがあったもんですから、そんなには多くは普及しないんじゃないかなというふうには思っておりましたが、とにかく再生可能エネルギーの導入というのは、これは必要なことですから、今おっしゃったような荒廃農地とは言いませんけれども、あんまり機械を入れないで済むような農業だとか、そういうところにはやっぱり入れてもいいのかなと、こんなふうにも思っておりますが、ただ有料農地をきちっとやっぱり確保していかないと、いつの間にかすべて太陽光発電に変わっていたというようなことになると、これはもう本末転倒ですから、そういう地域活性化につながるとか、あるいはそこの地域のそういう発電の事業によってある程度地域的にも活性化していく場合もあるかもしれないなと、こんなことも思っておりますが、要は導入にあたってはですね、その日照の問題だとか、それからあんまり日が当たらなくなるわけですから、土壌にどういう影響があるのか、あるいは作目はどういうのが適しているのかとか、いろいろ検討をこう重ねながらやっていかないと、ただ売電収入が入ってくるというだけのものでは、ちょっとやっぱり失敗していく例もあるのではないかなという危惧も一方では持っておりますが、要はそういったようなことをいろいろ懸念材料もありますので、やはり慎重にこうやっていただきたいなと、完全に否定するものではありませんが、特に北海道なんか大農業地帯ですから、そういう意味では
大型機械も入ってるし、まあ普及があんまり北海道進んでないとおっしゃってましたけど、その通りだろうと思います。ありがとうございます。じゃあ各社さんお願いします。はい、どうぞ。新潟日報社の山田と申します。先日昨日も対策が本部が明けました。新潟県内での鳥インフルエンザの対応について何か総理から指示があったことがあったか、あるいは今後の対応についてよろしくお願いします。はい、昨日は私の鹿児島の出水というところで12万羽、そしてそれの話をしている最中に新潟から15万羽のブロイラーが鳥インフルの、まあ、今朝正式に分かったんですけれども、15万羽が鳥インフルの陽性反応が出たと、まあ、いうことでありました。まあ、新潟は3年か4年ぶりなんで、鹿児島の場合は去年6年ぶりだそうですか、すいません。鹿児島はもう3年連続ですから、まあ、もちろん鶴のねぐらのところが養鶏場がいっぱいあるわけで、まあ、いつも1件か2件は出ているんです。まあ、しかし新潟で出たというのはちょっとびっくりしましたけれども、まあ、今新潟の方でも、今朝正式に決定いたしましたので、処理分について誰か言ったんだったっけ。うちからは三役は、そうかそうか、すみません。今日私が新潟の知事が上京されると誰か三役派遣しようと思ってたんですが、知事がお見えになるということで今日夕方知事と会見をします。それから鹿児島の方はこのあとすぐ半からあれでオンラインでやっていきますし、まあ、そういった形で指示もしたいとこんなふうに思っております。ありがとうございます。よろしいですか。首相からは特に、ん、首相からは特に、総理からは特に何か指示はありましたでしょうか。もう最初の1例目で総理指示はすでに出てます。1件最初の1例目の時にも総理指示をいただいてますので、うん、はい、それを踏まえて、はい、ということでございます。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。日本農業新聞の松本です。収入保険について伺います。農業保険法に基づく検証の時期を迎えて、見直しに向けた議論が始まりました。与党とか関係団体からですね、野菜価格安定制度との同時利用の継続ですとか恒久化が求められているかと思うんですけれども、一方で保険金の支払いが増えていて国庫負担が増えているという話も出ています。今後の対応方針についてですね、お聞かせいただければと思います。はい、これは野菜地帯の人たちが多いんですけれども、まあ、両方収入保険と野菜価格安定基金と両方加入させてくれと、というのがやっぱり青色申告をしてない農家の人たちは基金の方に入ってほとんどが入ってまして、ただ基金の中に入っておられる方も最近の災害をやっぱり考えると収入保険にも入っておきたいと、まあ、こういうやっぱり考え方がありまして、両方入っておられる方の要望が非常に強いんです。で、党の方でも私もその先頭を切って言ってたんですけど、この両方入らないとセーフティーネットにはなりきらないんじゃないかと、まあ、それぞれ野菜価格安定基金と収入保険は目的は違いますけれども、ただ結果的には、まあ、国からのそういった補填があるもんですから、農家としてはぜひ両方入らせてくれという要望が強いことはもう事実です。先般も党の方からの要望もありましたので、来週中には結論を出したいと、まあ、今2年連続両方入れるようにしてるんですけど、まあ、2年間だけよということで、まあ、実証的にやってみたらなおさらやっぱり農家の皆さん方の要望が強いと、
いうのを受けて、党の方で今、ご議論いただいておりますので、来週中には結論を出したいと、こんなふうに思います。